ご視聴ありがとうございます。ここは名古屋駅。ここから快速三重に乗り、まずは伊勢神宮を目指します。快速三重の走る関西線は、名古屋駅の12、13番線から発車していきます。それでは乗っていきましょう。快速三重号は JR 東海の急行用機動車であるキハ75型を使用しています。この列車には米国カミンズ社製のエンジンが搭載されており、最高速度は120キロとなっています。車内は全て転換クロスシートで、1両目の前半分が指定席となっています。名古屋の高層ビル群から遠ざかるように西へと進んでいきます。関西線は名古屋から大阪を結ぶ路線として、関西鉄道によって1889年に開業しました。過去には名古屋から関西方面を直通で結ぶ列車もありましたが、2006年の急行春日の廃止とともに、関西本線は亀山と鴨で完全に系統分離が行われるようになりました。またこの急行春日廃止により、奈良県内から JR 線の優等種別がなくなるという、 JR 線のある都道府県では初の事象が起こりました。ここは四日市駅。四日市は名古屋港をメインに構成する日本最大の工業地帯である中京工業地帯の一角で、石油コンビナートが多く立ち並んでいます。ここで生産される石油製品は目の前にあるタンカーに詰められ、JR 貨物によって主に長野県などの内陸部まで運搬されます。わざわざタンカーに詰めて列車で運ぶのは、岐阜県と長野県の間、中央自動車道にある恵那山トンネルが全長約 8.5 キロと長大であるため、危険物積載車の通行制限のためと言われています。この先、快速三重号は関西線から伊勢鉄道線へと直通し、伊勢鉄道の駅である鈴鹿駅に停まり、伊勢線の津駅までショートカットをします。このため青春18切符を利用してこの区間に乗車するときには、別途伊勢鉄道の運賃520円を支払わなければいけません。
庁所在地である津に到着します。津市は県庁所在地でありながら県北部の四日市市よりも人口が少なくなっています。津駅と津市は共に世界で一番短い駅名、地名としてギネスに登録されています。ただ津のローマ字読み綴りの TSU では世界一どころか日本一にすらなれないので、 Z 一文字で登録しています。三重県内の各市の代表駅は基本的に JR と近鉄が改札を共通で使えるようになっていることが多いです。この津駅でも他の駅と同じように近鉄と改札を共有しています。しかし津駅には JR、近鉄のほか伊勢鉄道もあるので国内でもかなり珍しい三社共同利用駅となっています。名古屋から列車に乗って1時間40分、伊勢市に到着です。ここから紀伊半島一周のルートから少し外れ、伊勢神宮参拝をしようと思います。
ということで、まずは外宮からです。伊勢神宮は主に内宮と外宮の2つに分かれており、基本的には外宮から参拝することになっています。実際には伊勢神宮は内宮、外宮の他に14の別宮、43の摂社、24の末社、42の所管社で構成されています。これらを125の宮社をまとめて神宮と呼びます。そして外宮は正式名称を豊王家大神宮といい、豊王家大御神をお祭りしています。豊王家大御神は天照大御神の食事を司る御付神で、衣食住産業の守り神とされています。ご注意ください。内宮直通の臨時バスでございます。 IC カードご利用のお客様、入り口の方でタッチの方お願いいたします。はい、お待たせしました。電話バス動きますので、しっかり捕まっててください。場所を置いてきます。無事外宮の参拝を終えたので、次は内宮へ向かいます。外宮から内宮の間は約4キロ離れているので、バスに乗って向かいます。このバスは三重交通の新トライナーといい、主に土休日に内宮と外宮、近鉄の宇治山田駅、伊勢市駅を結ぶバスとして運行しています。この日は神宮参拝客が多かったためか、臨時バスとして運行していました。この車両は国産初の連接バスとして、自動車と日野自動車が共同で開発をしました。現在乗っているのは伊鈴自動車のエルガリオです。三重交通はグループ内に三重伊鈴自動車株式会社を保有しているので、伊鈴自動車製のバス車両数が最も多くなっています。ふるさととして多くの人に親しまれてきました。今からおよそ800年前、1200年代に税の取り立てにあたって伊勢神宮の祈願を取り継いだことから、武士のみならず庶民にも伊勢神宮信仰が広がりました。その後江戸時代に入り、一生に一度はお伊勢参りをしたいと人々の間でブームとなり、多い時には年間で500万人以上の人が神宮を訪れました。当時の日本の人口は約3000万人だったので、6人に1人がお伊勢参りをするほどの人気だったということがわかります。またこのブームが起こった背景には、全国に五街道が整備され、交通の便が良くなったことや、各地の神職たちが勧誘と旅の手配を言っていたことがあります。行くだけでもかなりの費用がかかるため、村で代表して一人がお伊勢参りをするといったこともあったそうです。ということで内宮も参拝を終えました。内宮は正式名称を皇太神宮といい、2000年以上の歴史があります。外宮は1500年の歴史なので、500年の差があります。内宮では国内の多くの神社で祀られている天照大御神を祀っています。また天皇家に代々受け継がれている三種の神器の一つ、八田の鏡は内宮に保管されています。内宮、外宮の本殿の造りは明治時代、政府が伊勢神宮以外で同じ造りで建築することを禁じたため、唯一神明造りとして受け継がれています。時刻は12時、そろそろお昼ご飯を食べましょう。伊勢神宮に来たなら、やっぱりおかげ横丁で食べるのが一番です。しかしおかげ横丁はいつでもかなり多くの人でにぎわっています。そのため少し離れたところで食べると時間の節約になります。伊勢に来たなら伊勢うどんを食べましょう。もちもちとした麺と、とにかく濃いだし、この組み合わせが伊勢に来たなと感じさせます。
今回は内宮から歩いて2分ほどのデコネ茶屋内宮店にて食べます。ここでは国際ブランド6社のクレジットカードに対応していました。次は伊勢神宮と言ったらこれだよねとなるあの有名なお店へと向かいます。ところで伊勢神宮にはおみくじがないのはご存知ですか？江戸時代に全国から何日もかけてやっとの思いで来た参拝者は伊勢神宮に来ただけで大吉ということで、伊勢神宮にはおみくじがありません。また内宮へと向かうとき最初に通る橋を宇治橋と言います。この橋は式年遷宮の4年前に架け替えることとなっています。橋は床、欄干はヒノキ、水に浸かる部分は欅を使用しています。この橋の架かる川を五十鈴川といい、先ほど乗ったバスの開発元の一つである五十鈴自動車の社名の由来ともなっています。こちらは赤福本店です。本店では店内で赤福餅とほうじ茶のセットを楽しめます。ここではクレジットカード、IC カード、QR 決済が使えました。それでは伊勢市駅に戻ります。それでは紀伊半島一周の再開です。まずは三宮線と紀勢線の分岐駅である滝駅に行きます。それではここから新宮行きの普通列車です。 JR 東海の非電化ローカル線ではよく見られるキハ25型2両の運用です。この列車にこれから3時間半以上乗っていきます。お知らせください。お立ち寄りや体の不自由な方、
ドア付近のランプが点灯しましたら、開けるのボタンを押してお降りください。運賃、日数、整理券は、駅の係員にお渡しいただくか、駅隣付けの運賃箱にお入れください。リフレッシュもできたので新宮までまた列車に乗っていきます。Thank you.
新宮駅に到着です。ここからは JR 西日本の管轄となります。 JR 西日本内での規制線のことを国分線と呼んでいます。ここからは移動車から電車に乗り換えです。次はキーサノ、キーサノです。前の車両、一番前のドアからお降りください。 The next stop is キーサノ。下一站是伊萨诺耶。刚才问的，伊萨诺耶。今日の目的地であるキーカツーラに到着です。今日はキーカツーラ駅前のホワイクマのにて宿泊です。ご視聴いただきありがとうございました。